Welcome to the Flash Finds Podcast, the world's fastest podcast where we explore how Facebook can help you with the stuff you're into. I'm Emma Rogue, joined by Nathan the Cat Lady, a Facebook creator. So, Nathan, if you're into pets, what kind of stuff can you find on Facebook? Well, I make reels about useful tips for pet owners. For instance, cats don't like still water, so all of my cats have cat fountains. Oh my gosh, that's so cute. What a great episode. See you next time on the Flash Finds Podcast, all about discovering the stuff on Facebook you care about. Bye. ヘギ編集長、今週の見出しをお願いします。ユニバ、一泊二日旅行、ハート。それでは始めていきましょう。ラブリーズのラブトピー ラブリーズの宮崎りおです、関崎です。始まりましたラブリーズのラブトピー。この番組では私たちラブリーズが取り上げたい話題やニュースラブトピーを発信していきます。はいは。今日もツイートはハッシュタグカタカナでラブトピーで皆さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。ハートって、うん、自分書いてるか知らんけど、うん、口に出さへんあんま。 あ、あの、今日もあの、この、タイトルだけど、タスタッフさん、それ、<laughs> ハートって、あの、見出しにどうやって入れようかなって、後で考えなあかんか <laughs> ハートは絶対やから。<laughs> あの、カタカナでハートでいいですかうん。あの、絵文字で。絵文字のハート、ねうん、ピンクのあの、ぷわぷわってなってるハートで <laughs> <laughs> 本当す。すいません、ほんとか括します。いやあのね、はい、今週はね、うん、あの、ユニバーサルスタジオジャパン。 うん、<お>大阪のね<お>ユニバにね <laughs> 行ってきたんで早くより u s g で伝わるって <laughs> わからない人もおるかもしれんやユニバ調べろ <laughs> それはもう調べろ <laughs> 行ってきましたクロちゃんさんからも「タン当ユニバ旅行のお話聞きたいです」 リータンという二バ旅行、さき、うん、ちゃんに聞きたいってことかな。かな <laughs> 裏話もあったら聞きたいです。表の話もないんよ。<laughs> 全部言うたらうらやましいな。一、うん、泊二日でリータンとサキピョンが泊まった話聞きたいです。<laughs> どうか教えてください。あどうか。う切実です。<ん><笑><笑>いやでも本当にあの私のね誕生日の時に、はい、あのまあプレゼントをねくれたのお洋服と、うん、その箱に入ったお菓子。 のなんかこうパーって開いていくマトリョーシカみたいなやつ。うん、で、そのやつのお菓子の中を見ていたら、その剣が入ってて。うん、リオと行く、ユニバ一泊二日旅行って書いてて、で裏見たら。何日に行って、何日に泊まってみたいな、うん、みたいなの、この。リオちゃんも予約もしてくれてて。はい、で。もうさっきほんまに嬉しかったの。<laughs> なんかその旅行のプレゼントってやっぱ。 されたことなかったからさ、初めてでなんか、しかもなんかもう予約してますって。初めてもらっちゃった。え、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 彼氏ってなってこっちからしたら。え、彼氏違います。あ、付き合ってただ。のメンバー、ビジネスパートナー。やめてよ。ってなって、で、まあ、その、まあ、これ、それがまあ、6月のこの前やったんやけど、十司さんかなやったんやけど、やったんやけど、あの、ほんまにワクワクしてね、私は。なんか、あの、 あげてここまで喜んでくれるのもすごい嬉しかったんやけど、うんうん、あの、しつこすぎてですね、<laughs> 楽しみやない、ニバー。とか、あの、ほんまに、あの、それぞれ家におるときとか、うんうん、私、ま、その期間ちょっと忙しかったんですよ、ね、配信とかしてた。うんうん、やねんだけど、その間に、<laughs> カチューシャどうするな、何着ていく <laughs> <laughs> もうだってこっちはワクワクしとるわけやから、うん、でなんか6月ってまあその遠征とかもないから、うん、これちょっと楽しみっていうさ楽しみ、うん、まあなんていうのそういう楽しみ遠征の楽しみがなかったから、うん、<laughs> ユニバーリュりちゃんとしかもお泊まりで行けるっていうやっ <laughs> じゃないけど楽しみがあって。 でまあだからその自分はワクワクしとるわけよそうやし何か今二人とも年パス持ってなかったから切れちゃってそう,そうだからさっきほんまに年パスをプレゼントするか悩んでんでも年パスって今さいろいろあるやんライトとか普通のやつとプレミアかなんかあるやんかそうどれにするか分かれへん、うん、で私はじあの自分がもうライト買おうって決めててうんうんうん でもこれ私がライトって言ったら、シャキちゃんライトにするかな、うん、でも、ライト買って渡すってプレゼントとしてなくないって思っちゃって。え、全然嬉しい。から、ワンでプレゼントして、あとは勝手にしてくれって思って <laughs> あ思。<laughs> そう。ほんで、うん、まあその日、ね、あの、集合して、うん、で、まあ荷物とかも、まあホテルにね、置かしてもらって、うん でまず「入ります」って入っててんなあの、うん、カチューシャとかをな、うん、私家から一応持って行ってたのスヌーピーのあれ,あれなんかいつ買ったやつ <laughs> 小学校とかえ違う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 結構前やね小学校まではいかへんけどうん、うん、まあ高校生大学生ぐらいの時買ったやつで10年ぐらい前って知ってるそれ <laughs> シャキちゃん <laughs> 10年も前な高校生10年前ぐらいですかあ,あマジあ ?10 年以上前やで んあんた29でしょそうや。10年前、19やから。10年前ぐらいのやつはそうなったらあれ。そうやんだって、ね、だからかなんか今のスヌーピーじゃ見合う耳の短さで。<laughs> ピンクのね。ピンクやねんけど、ほんまにあの、 あのミミ耳の短いスヌーピー見ない最近あれ <laughs> でちょっとだけスヌーピーが乗ってんねんけどそのスヌーピーもちょっと黒になってんねんる、うん、<laughs> たださき <laughs> <だ>これつけようと思うって言ったけどりおちゃんがうーん <laughs> そうつけるんや <laughs> でさっきつけてみてなんか私はなんか一応、うん、なんか家からシャキちゃんが持ってくって言ったからうん、うん、私は家の,、うん、あのクッキーモンスターのやつを持ってったの でも、ま、シャキちゃん、それつけられたらこれつけよっかな、みたいな。<laughs> でも、なんか、どう思ってたりょうちゃんうーん、みたいな。ああ、ちょっと多分これ、やっぱ、汚れてるだっ <laughs> 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 でそこでやっなんかちょっとさっきはこれもしかして結構昔なんか汚れてんのかなって思っててんなでもそれが確信に変わって莉央ちゃんの反応でなんか「<laughs> おあ」みたいなあそれつけるんやなんかいつのやつかも分かれへんしちょっと汚いからそうなるとあこの人家から持ってきたなってなるやん <laughs> 子さんぶ,ってぶりたいなと思って私が持ってたやつは今売り切れてるうん、うん、ああそっかそっかちょっと前に買ったクッキーモンスターの今も <laughs> 私のはもう今売り切れてるとかじゃなくて今もう販売してないやつ見たことないもんそうで何かまあ何回もさそれこそ昔から年パス持ってるから「ジュラシック・パーク」とかさ、うんまあ水浴びてるねそうとか何回もさこう、うん、まあいろんなさこうまあ雨,もも雨降ったりそう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 だからまあ黒くはなっちゃうやんだそれそうだ <laughs> で結局あの色違いのね、うん、あのクマのキラキラの、うん、ティムっていう人間のティムかティムのキラキラのやつひどかったんですよ なんかねそのカチューシャを決めてる時にあのー、最初「さっきモッィーにしよっかな」<laughs> か「それかダッフィー」<laughs> って言うから「さャきちゃんまずダッフィーはディズニーやねんか」って言って「でモッィーじゃなくてモッピーな」<laughs>。 何もあってないどこ行くのやって言ってびっくりした、ね、でもニュアンスってたあるかなと思って結構真顔でビックリ <laughs> 見てた「<laughs> この人何言ってるんやろ」じゃじゃあのカチューシャーの話で終わっちゃうやんあれモッピーとティムやからあモッピーとティムなダッピーとモッピーじゃないよな <laughs> それをりおちゃんとつけてねほんまにユニバ楽しんでご飯とかも食べてでちょうどその日意味分からへんねんけどマネージャーも「お母さんと行くんです」みたいなこれなバースデーライブの MC で話しててんけどんかちょうどほんまにちょうどなよなほんまにたまたま私その日スケジュール確保しようとしてて。 マネージャーさんに「ここちょっと NG 入れていい?」って言って「行きたいねさきちゃんとユニバー」ってプレゼントしようと思ってって「どっちにユニバー行くんですか?」って聞いてきたから「13かなと思ってるけど」って言ったら「え待ってくださいよ私もその日お母さんと行くんですなんでなん?」てかう誘っていいんちよ」「ホテルはごめん2人で泊まるんやけどユニバー来る?」って言って「年バス持ってるしあの人」って言ったら「うん」 お母さんと行くんですよね。それはほんまにびっくりして、そんなピンポイントのことあるかって。そうほんで、うん、でもまさか合わんやろうなって思ってたの。広いし、うん、ほんし。本のろ二人でなんかじゃあ何食べるって言っても、ピザのお店とか、うん、まあハンバーガーのお店とかみようって言って、一回ピザのお店入ったらなんかパバババババって来てんの。うん、で、ぎゃあって叫んでおいてし。 シャース100%。そうそうそう。いや、着方が怖かったやられたと思う。そうそうそう。ほんなら、あの、マネージャーやって。いや、いや、みたいな。でもう、めちゃくちゃびっくりして。で、まああの、マネージャーとマネージャーのお母さんとラブリーズで写真撮るめっちゃどこで誰と写真撮ってんねん。いや、で、なんか、その後ともさ、まあそのあとは言ってたんか。ハンバーガー屋さんおるって。ハンバーガー食べにこうってって。なら、ラブリーズさんですかとか言って聞いてんな。 冷たい目で見ちゃったわ。お母さんおるのに。えってとかえって。ね。はい。まあ、一日楽しんで、楽しみはまだまだあるんですよね、ここから。お泊まりやからさ。マジでチルやった、あれは。はい。ということで。え、ちょっと待って待って。もっと話したい、もっと話したい。もっと話したいけど、これオープニングで終わるんちゃうかな。あ、そうなん。ちょっとチルの話だけしようよ。チル、早くして。 あ,の,あそのチルのの話私そのこまで興味ないから <laughs> あのやっぱあのちょっとだけ窓を開けてちょっとチルっぽい曲をかけてお酒を飲みながらお酒を飲みながらこうまあたこ焼きとかチキンとか食べるっていうのをしたいんやけど意味が分からんかった私は「虫が入ってきてさこれチルやわ」とか言ってもう私はその時点で意味分からへん。聞いいてくこともなななような音楽なんか ようわからんジャンルの曲流し出すし <laughs> ちチルってなんやねんと思って。あ、気もちょっとわからへんけど、ちょっとチルっていうなん,ほんで。普通にエアコンつけようよと思いながら <laughs> あのー、窓開けて <laughs> ほんなら <laughs> シャキちゃん虫おるってでギィでって言っても <laughs> 耳でンって,言ってそう。私のあ <laughs> お,お酒とかひっくり返しそうになるし。<laughs> <laughs> ほんでけマシめよチル終わり <laughs> いや。もともとチルないんやった <laughs> 勝手に初めて勝手に終わったあれ。<laughs> あれ何？ だ <laughs> からでもその結局その次の日の朝も朝からなんかそういうまた音楽流し始めてコーヒー飲みながら「チルやわ」って「<laughs> チルって何?」って何かさ「分からへんチル」ってなんか最近みんなが言ってるからさっきも味わいたいなと思って,てな言ってはるけどなんか「チルって何やろ?」うと思ってたけど <laughs> ますます何やろうと思っちゃったこの間でみんなも「チル」やってみてください <laughs> 誰。誰で,でもほんまに楽しいね <laughs>、うん あの一泊二日旅行でした。はいうん、ありがとう。ええ、こちらこそ。うん、はい、それではラブリーズのラブトピ、<laughs> 最後までお付き合いください。ラブリーズのラブトピ。もったいなぶり。 このコーナーナでは食べるの大好き私たちラブリーズが毎週テーマを決めて話題のスイーツ食品ドリンクなどが本当に美味しいのか実際に食べて素直な感想をお伝えしますはいサムパンとは韓国語で食べる様子を放送するという意味がありましてですねははいはい、はい、今週もやっていきたいと思いますではい、じゃあ早速ですが編集長今週の見出しを教えてください、はい、ラブリーズがガチのおすすめファミマ編食べてみたー <laughs> <え>いや、台本がタ、タデで、タデで見たいんってタデで、タデで見たきが噛んだ時みたい。<laughs> <laughs> チョキちゃんのありかな口調、口調を真似したんかなおい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 。うん、はい、ということで、コンビニ大好き私たちラブリーズが、ファミリーマートの商品を紹介しますということで、はい、まあ、一応、あのー、ね、うん、言ってしまったら、うん、ちょっとさ、バランスとかあるやん。例えばなんか、 ごうん系スイーツ系ドリンクとか私らそんなバランス一切気にせずガチのお好きに持ってきましたガチじゃあ編集長紹介してもらっていいですかそうですねじゃあ第一品目から第一品目ってあんまり言わんけどなタンスティック三種のチーズこれまあどっちかっていうとりうちゃんの方がよく食べてるかなうん私ほんまにこれファミマ行くたびに買ってるうんんか先週もここで持ってきてたもんねはい ここにあの持ち歩いてた、うん、これは糖質が点三なの、うん、でなおかつ私、うん、タン大好きなんですよ牛タンとかトンタンとか美味しいよねそうめっちゃ好きなんやけど、うん、それがスティックになってんね、うん、で手も汚さず食べれるの、うん、でこれブラックペッパーとか レモンとかあんんねけどチーズいっちゃ美味しいきをチーズしか食べたことないんかなレモンだけかなんか全部種類食べたことはないけどめっちゃほんのにたの味がして食感もねいいのよコリッとしてこれ1個90キロカロリーいやしかもね満足もするしこれめっちゃいいのよめちゃくちゃ美味しいからおすすめですおすすめほんまにこれおすすめはい ガチで食べてるやつ。うん。ガチでもうはぎ。りおちゃんこれ食べてるのめちゃめちゃ見てるもん。はい。これもほんま選手このスタジオにも持ってきてました。もう一つ選手スタジオに持ってきてたものをこちら。はい。紹介お願いします。鳥つくねです。はい。鳥つくね串ですね。はい。あの、ま、串に3つ鳥つくねが刺さってる。食べていいよって言ってんだよ。へぇ。今紹介してるとこやから。なんで今これだけ急に食べようとしだしたのびっくりしちゃ腹空いや、やめや。 あかんの。やめや。あ、そう食べていいんかと思った。え？え？え？え <laughs> まだか。今商品を紹介してるところで。<laughs> こちら鳥つくね牛はですね。うんうん、これほんまにラブリーズずっと食べてるよね。これもうほんまにあの年単位で食べてるずっと。あのね、えっと結構そのまコンビニでご飯食べることとかも多いし、うん、それこそその何楽屋から出れへん時とかマネージャーさんが買ってきてくれるんやけど。うん 基本、何にしますかってラインナップにその取りつくねがあったら、絶対取りつくね選ぶ。まあ、それが一回、あの、予測変換で間違えて、あの、取りつくねになってたっていう。<laughs> あの、あの例の取りつく方になってて。<laughs> <laughs> え、どうした怖い怖いめちゃくちゃ怖かったよねなんかアメリカンフランクとかさなんかいろいろあるアメリカンドッグ取りつくね取りつくねめっちゃ怖かった怖かったんだ取りつかれるとこやったっていうもしかしたらラブリーズファンの方は知ってるかもしれないねそのその取りつくねですはいそのその私だってわざわざ朝起きてあのほんまにすっぴんのままこれだけ買いにファミマ行ってするえ食べたくてマジうん そんなあれはないけどもでもよく食べて<う> 1> 週1では食べてるんじゃないかなぐらいのリアルにほんまにそう、うん、これめちゃめちゃ週1は持ったな自分え嘘持ったやないや2週2一ぐらいいやもうちょっとひんやり <laughs> そうそう結構食べてるでライブの時とか結構食べるもん <laughs> だってうちら2週に1回もライブなかったりするやん <laughs> ちゃこの鳥つくねとうん、うん、ブルーボトルのコーヒーがめっちゃ合うんですよ うん、なんかそれ変に言ってるけどそんな皆さん信じないでくださいめちゃくちゃ合うから別々で美味しいの、ね、よんかこうカフェラテと合う、はい、取りつくねうん、なんかアイスコーヒーとかだってほしいな <laughs> うんカフェラテ甘いカフェラテと合う変な人 <laughs> そしてしかも砂糖も入れてる <laughs> そして、はい、3つ目岩下の新生姜スライワシタで合ってるよね合ってるよ そうこれはもう私がめちゃくちゃ食べるやつなんやけど、うん、あのー、まあその新生姜がピンクの生姜があるやん、うん、がこうスライスされて結構分厚めなの分厚めこれ食感がめっちゃいいそうでこれ全部食べても11カロリーなのうんで ににはほんま食べててしく例えばさこれを買っておうちにんかこのなんか壺みたいなのあるやんそのお家の壺に入れといてもいいしお皿んか壺あるやんなんかお漬物とか入れる壺お皿じゃダメかなうんに入れといてもいいしあるかな壺でもいいしでも逆に普通にそんな別に常備しとかんでも食べきっちゃってもいいしってか食べきるこれは いやめちゃくちゃ美味し食べてたら気づいてなくなてたときななそう。だからちょっと口寂しいなって時に食べてたら、11カロリーやし、生姜って体にポカポカしてさ、代謝、うん、も良くなるから、いいうん、もうこれはほんまにおすすめやね。<laughs> おすすめ。ごめんけど、あのー、スイーツとかない今回。うん。一旦考えたよ。うん <laughs>、ええ。 なんかバームクーヘンもよう食べてるし一応入れとく確かにファミマのバームクーヘンもラブリーズめっちゃ好きやねやけど上にちょっとお砂糖ついてるやつまあでもでもガチでめっちゃ食べてるものって考えたら違うよねってみんなからのおすすめもね届いてますよ狼男さんからはあのスイカミックススムージーうスイカのパッケージのやつやあれかあれ期間限定なんじゃないんかな 新発売系で。あ、<お>そういうことか。うん。いったってことかな。うん,うんうん。あと、ショコラタルトとか食べちゃって、美味しかったよって言って。うんうん、あと、23さ,さんからは、ファミマの冷凍パンシリーズやって。冷凍パンはちょっと分からへんわ。ねフレンチトーストと、ラケルパンはガチで美味しいです。何パンラケルパン。ラケルパンうん。え、聞いたことないな。うん、ちょっと食べてみたいね。 えっとフレンチトーストは別沿いでメープルシロップがかかってますてええー、美味しそうえ私あの加減すれば甘党でない宮崎さんにもって私フレンチトーストとかのそういうのは大好きあそうなんメープルシロップとかは好きやねあそうやなパンケーキのああのとかは好きやねえっとラケルパンだけで食べても美味しいけどあの料理と一緒に食べて美味しいから<ー>もそれめっちゃいいね、うん、ストックしとけるってことやねパンどうやってか焼くんやろうか家で。 そうじゃないートースターとかにするんじゃないクロちゃんさはなんかめっちゃいっぱい送ってきてくれてんねんけどあこれ私めっちゃわかるわスフレプリン知ってるあわかるわかる上に持ってるやつあれめっちゃ美味しいおいしいなあれなあとはあれねまあシンプルにファミチキあそっかそっかそやな昔もだって絶対ファミチキとさあのおっきいさパックのさジュース持って公園おったもん、うん、なあれめっちゃおいしいもんな、うん あれもうマストでしたね。あとはアメリカンドッグうん。うん。シャキちゃんでもまだ話してる。ええー。まだ食べたあかな、うん、あかん言うてんのなんで食うねん。しまくぞ。<laughs> おいしいうん。おいしいの知ってるやん。ほら見てみ。一口で。 み皆さんの今なんでヤギサキの声が聞こえてこないかと言いますと三、えー、本刺さってるつくね串一口で一つ食べました結構大きめですよ一つこれ食べきるのまあまあ時間かかる一個う美味しいはもうええねん美味しい美味しいすら言えてないんやから今 <laughs> はいはいはいもうヤギサキが食べ終わるまで無音で待ちますからねこれ <laughs> 誰が言うてんね喋 <laughs> ってちゃうわほんまに なんで今そう一口で食べたのでもチョコレート一口で食べた方がおいしいやんいや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 あなた時間見てるん見てないオープニングからよう喋ってんねんうちら <laughs> えよう喋った中での今八木さんの食べてるの待ちですいません本当に。 はいということでですねぜひ気になった方はファミリーマートで買ってみてください、はい、ほんまにこれガチでおすすめだから、うん、全部食べてみてほしいです、うん、はいこのレポートはラジオ関西のトピックスサイトラジトピでも写真付きで掲載していますのでチェックしてみてくださいそれでは来週のテーマを発表しますスターバックス <laughs> ダブルマッチだっておいおいじゃあストップ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 ,トップです口の中入ってる 急いでしょチェックししたわうん、しかも今私が喋りだした時まだ余裕持ってたんですよ。自分の喋るとこないからと思ったのにあのその台本ので目辿っていった結果自分これ今テーマ発表しなあかんって急いだのかそこから急いで紙み始めてっていうところまで私全部見えてた。<laughs> や,ば<っ>やめやほんま。何でもお見通しやな。うん。いやもうあなたのこう点取るように分かるのほんまに。うわうわ 今これキャラメルラテと飲んでるけど合うわえっってはよ言っていきますはいスターバックスダブル抹茶ティーラテストロベリーユースティー飲む <laughs> あとストロベリーユースベリーティーですね <laughs> 失礼いたしましたはいストロベリーユースベリーティー飲む <laughs> はいということでスタバの新作のティーが出るということで、はいうんうん サーバーと言ったら、さ、やっぱさ、コーヒーじゃない。うん。やけど、ティーも美味しいのよ。うん。私、あの、十回に一回はティー飲む。私ね。その十回に一回って、十回が結構、あの、あの、一月に全部行く感じなんやけど。ティーは飲んだことないの。え、一回も、一回もない。あの、ゆずしとらすとかも。ええ。苦手なんよ、ちょっと。でも、苦手っていうのは、多分飲まず嫌いなのよ。あ、本当。だから、これをきっかけに。 このティースタバのティーをちょっと挑戦してみたいなと思ってる。うん、めっちゃ美味しいからん飲んでほしい。じゃあ飲みます。ますうん、これはあのスタバ好きとしては楽しみにしてたし。うんうん 飲飲飲んだ飲んんだだことないいったらマジで飲んでほしいえ楽し楽めっちゃスタバのティーマジでクオリティーめっちゃ高いからあそうなんや、はい、だから新作も楽しみだなと思ってたので、はい、皆さんにもねあこうみんなも飲んで教えてほしいな、うん、と思いしう、ね、はい皆さんにもお届けしたいなと思いますので、はい、よかったら飲んだ感想も送ってみてくださいまた扱ってほしいテーマも募集していますメールは l o v e l y s j o c r j p l o v e l y s とマク JOCR .jp まで毎週木曜日に収録していますのでそれまでにお願いします。お願いします。以上もバナブリーズでした。さあシャキちゃんが何かのモノマネします。当てたか見てどうなんだろう。そればっかりない。<laughs> はい。ラブリーズのラブトピー。ネギ編集長のトピックス徹底解説。 で今日も始まりましたヤギ編集長のトピックス徹底解説私キャスターの宮崎里央ですそして我らがヤギ編集長ですよろしくお願いしますよろしくお願いいたしますこちらのコーナーはあらゆるジャンルあらゆるジャンルの話題に精通するヤギ編集長が気になるトピックスを徹底解説するコーナーですはいはい笑いなしの真面目なコーナーですのでよろしくお願いします笑っちゃダメですよ噛んでもいや笑ったんじゃなくて噛んだというよりかは今口内ができて喋りにくいんですよ <laughs> そうちょっとわかります私も今ますこのうち噛んじゃってそうなんですよねそこからちょっと離れちゃってさらにこうの辺ができてて、ね、すごい喋りにくいなと思ってたら噛みま大変失礼いたしました頑張れ頑張ります <laughs> 間違った情報はこれぐらいも発信しないようにお気をつけください編集はい全然大丈夫ですよでも今日の私いけるんじゃないかなよし思っておりますでは最近何か気になるニュースはありました、うんはい、ビューティーニュース東京というニュースサイトからですねはい ずっと抱きしめていたいな。男が恋する、うさぎ系女子のモテ仕草。<laughs> うさぎ系女子ってあんま聞かないなと思ったんです。ですね、まあ、なんか猫か犬かみたいな。え、はい、どんなんなんだろうと思って。読んだら。嘘だろうと思いました、私。はいまあ、はいはい。当てはまるかな。まあまあまあ、まず一つ。いつもくっついている。<laughs> まあ、くっついてくる。<laughs> 私かな。まあまあまあ、なんか、うん、まあ、まあ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 。うさぎ。私かな。 わ私かなあれあ宮崎さん今当てはまってるかどうか聞いてるんでどうぞあなたは絶対これあれですよね当てはまらないですよねなお男性にくっつく前にはいい香りをまとっておくといいでし,<ー>いいでしょうって書いてありますう水うよく振りますそして、はい、外で手をつなぎたがるはあ私ですかね <laughs> そういうタイプなんですね、はい、こちらああああのー、まあ、まあまあ、まあ はい、またうさぎ系、外出先でいつも手をつなぎたがるのも、うさぎ系女子の特徴。私かな続きまして、おねだりの時は、うま、上目遣い。あ、私だ。あ、え、あ、そうなんですね。あ、そういうタイプなんですね。あの、上目遣い。ふん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 と思うんですね。ちょっと。まあ、まあ、そこまではわかるんです。うさぎ系女子。私ですよね。あ、そうなんですね。 ね、あまあなんか上目遣いしたらあの男性はますます沼ってしまうでしょうって書いてるんですん最後なんです、はい、これぞウサギ系女子と思ったんですけどこれはと思ったのが嬉しい時には飛び跳ねるあ私だあっとこれ私はあこれ現実世界にする女子いるのかなと思ってちょっと。 ちょっと気になっちゃいました、まあ、宮崎さんはねシンプルにぶりっ子なのでやってると思う思うんですけどもだから私やっぱちょっとうさぎ系さきぴょんという名前なのでやっぱぴょんぴょんさきぴょんということで <laughs> ちょっとうさぎ系女子を目指そうと思いまして<あ>今日からあの嬉しい時飛び跳ねるのでよろしくお願いします<あ> <laughs> 飛び跳ねてる可愛さとかよりもあのなんか目がちょっと怖いですし鼻息すごいです <laughs> <laughs> うさぎ系女子を目指したいと思います やめてください、はいはい、それでは本日のトピックスです <music> パパススタとスパゲッティの違い説明できますか外食ちょっとまっすぐ見てくるのやめてください <laughs> 外食でも家でも気軽に食べられる料理パスタ同じようなものをスパゲッティとも呼ぶ気がしますが実際には明確な違いがあるそうですこれ私わかるんじゃないかなと思ったんですけど わかりますよもちろん、はい、パスタは好きですよね大好きです一、ね、日一回は食べると言っても過言ではないぐらいですからね <laughs> 過言でしょ <laughs> それは過言ですパスタとスパゲッティですよねはい3日に1回は食べるぐらいですかねはい一日1回は過言2日に1回は絶対食べますねうんえっと、はい、パスタは茹でるんですよ、はい で茹でた後にえー、まあ、まあ和えたりとかいろいろあるじゃないですかはいはいスパゲッティは焼くんですよねほうはい <laughs> <laughs> なんかねでパスタはちょっとおしゃれな感じで<え>スパゲッティはちょっともうちょっとこう <laughs> 庶民というか、うん、簡単に作れる、うん、みたいな感じですかね、うん、はいはい<う>はいまあパスタは茹でて、まあ、こう何かするそのまあ味付けをで、はい、スパゲッティは焼くまあそうですね、はいはい でよろしいですねは先ほどの解説に間違いがございましたので、私から改めて説明いたします。あの、それ言って、これだったらやめましょうね。もう前回それ使ってるんで。あの、入りまもう使っちゃってるんで、そのやつ。はい、えー。日本パスタ協会の専務理事、田村さんによりますと、あーじゃないです。知り合いじゃないですよ、ね。<laughs> いですね。 簡単に言えば、パスタは非常に幅広い概念で、スパゲッティはそのうちの一つですということああ、そうだそうだ。だからちょっと今、今から言っていいですか無理です。パスタはいろんなものがフィットチーネとか、あの、マカロニとかいろいろ静かにしてください。今もう解説してるんで、<laughs> 遅いです。パスタの名称には法令的な定義はないようで、乾燥パスタに限らず、生パスタも含み、うんうん、細長い麺状のロングパスタや、そうそう <laughs> 短くて穴の開いたマカロニやペンネなどのショートパスタまで含むイタリア式の麺類の総称として使われていますさらに最近では米粉パスタやえ豆豆パスタが登場するなど原料は小麦粉に限りません、はい、ちょっとあの話の論点が違いすぎてたので茹でるか焼くかっていう。 一方でスパゲッティは食品表示基準という内閣府令でマカロニ類の一種として定義されており原材料や太さ形状がしっかりと定まっています <laughs> はい知ってます <laughs> はいこのマカロニ類の中でスパゲッティは何ミリメートル以上のとかあえっとミリ一点二ミリメート m 以上の太さの棒状または何ミリ未満えっと 2>, 2ミリあ2.5ミリメートル未満の、うん、当,たた当たってたわたってたもうスクイズなんです <laughs> 太さの感情に整形したものにあってはスパゲティと表示することができると厳格に定義されていますは焼くと茹でるは一言も出てきておりません間違いがありましたこと改めてお詫びして訂正いたします申し訳ございませんでしたさ悔しがっちゃダメなんですよ編集長いや待ってましたけどね <laughs> ちょっと悔しがるふりをしてみました <laughs> ぜひリスナーの皆さんからも八木編集長に解説してほしいトピックスがあれば番組までお寄せください、はい、また先ほど紹介した記事はラジオ関西のトピックスサイト「ラジトピ」に写真付きで掲載されていますのでぜひご覧ください以上八木編集長の「トピックス徹底解説」でしたみんなビューチンがなんななュチがかモノマネするよさ<ゆ> <laughs> さっきさっきめっちゃ呼んでこれシャキちゃん

ラブリズのラブトピーエンディングのお時間ですさあ皆さん今日も感想は「ハッシュタグカタカナ」でラブトピーをつけてツイートしてくださいお願いしますパスタは茹でるはいスパゲッティも茹でます知ってますよ、うん、多分焼いたら焼きスパゲッティとかなんか言われてそう <laughs> 焼きスパってあるなあと思うあるよね、うん、でもスパゲッティ基本茹でてないあなた まあまあまあうんちょっとあのメールね初めて送ってくださってる方もいるからちょっと紹介させてください。ういはい。桂ウータマルさんからいただいております。はい、うータですねこれはね。ウですね。あの私先日あのー、まあ配信でイベントがありましたです、ね、お疲れ様でした。それの感想というか送ってくださってて。 えっと、楽しく参加させていただきます初めてメールさせていただきました初めてなんだありがとうでもちゃんと聞いてくれてるのが「宮崎さん編集長こんばんは」って言ってますさすがですねちゃんと聞いてくれてる「りおちゃんとファミリーズの皆様に朝行ってらっしゃい」って言ってもらえたり「仕事お疲れ様と言っていただけたおかげで仕事に精も出てとても充実した毎日遅れました<ー>まあファミリーズのボケのこととかいろいろ書いててあ そうやねこれきっかけにやっぱラブリーズ知ってくださった方から言ってたら嬉しいななんて思いますって「ティフが今から楽しみです」って楽しみね言ってくださっててあの実はあのそれきっかけで多分メールくださってる方もいてておおおハニーさんからですね、はい、お二人こんばんはこんばんばはそれはイベントありお疲れ様でしたありありがとうございました。 自分は1か月前まで全くラブリーズのことを知らず検証しますもラブトピも知らなかったんですが、はいえー、既読虫警察とツイッターでのイチャイチャぶりを見て一気におしましになってしまい、えー、ソロイベントもがっつり参加させてもらいました。 アルバム利用先も注文しましたし、えー、これからも地方から応援させていただきます嬉して、えー、ラブトピとかの過去のものも仕事の傍ら聞きまくってます嬉しいこれから蒸し暑くなりますがお体に気をつけて頑張ってくださいせ目指せステカイステージって言って送ってくださってる嬉しいめっちゃ名古屋の方だえー、名古屋行きますよ7月名古屋決まってるから会えたらいいな、うん 会えたらいいですね,ねすごくないその、うん、いツイッターのイチャイチャぶりで気になってくれたのひどく虫切れそうしてたかなイチャイチャしてないけどでもそれで気になってくれたのかっただからこれでラブトピも聞いてくれてて嬉しいなっ、ね、めちゃくちゃ嬉しいありがとうございますお、はい、続き応援よろしくお願いします、はい、こうやってねいろんな方に知っていただくきっかけにもなったらいいなって、うん 思うからねこれからも引き続き頑張っていこうと思います。はい、はい、ということで番組のメールもお待ちしております。メールアドレスは l o v e l y m a r q j o c r j p l o v e e l y s atmarkjocr.jp です収録は毎週木曜日を予定しております毎週木曜日にラジオ関西の羽川秀樹ハッスルにレギュラー出演もしておりますラブリーズの検証しますというコーナーで毎週いろんな検証にチャレンジしていますのでぜひ聞いてくださいはい。私たちの出演は12時30分頃からですまあここからね いろんな、うん、ライブとかもあるよそうなんですよいろいろありますし、はい、7月の八日には単独ライブも決まってますよぜひ、はい、よかったらあの詳しくはラブリーズの公式ホームページの方をチェックしていただけたらと思いますそれでは来週のラブトピもお楽しみにお届けしたのはラブリーズの宮崎里夫ヤギサギでしたまたユニバイコーね。<music>